鳥居二宮神社は、東京都秋る野市にある神社。武蔵国二宮で、旧社格は合社。別称は、小川神社。古くは、小川大明神、または、二宮大明神とも称された。創立年代は不詳。和名称に記されている武蔵国多摩郡小川里の陳樹であり、小川大明神とも称された。当社は、武蔵国の二宮であったとされ、新東州。 死案省に見られる、武州六大名人の一角に数えられている。この六社のうち唯一、式内社ではない。現在も、武蔵国僧者、六諸宮の一座に祀られているほか、周辺の地名は、二宮と称されている。古記録によると、藤原秀里が、小国の三能二十一社中の二宮を数計する、縁鉱をもって特に当社を数計し、天行の乱に再始戦勝祈願を込め、 乱平帝の宝斎として、社殿玉垣を造営した。源の頼朝、北条宇治政無数計厚く、ことに、北条宇治テは、滝山城主となって、同志の祈願書とした。後、神殿、神宮宅はありさいし、記録の大半が消失した。一方、鎌倉時代には、当地付近に、大石市中高の外される信繁が上官を構え、五代に渡って、 巨城としたとの記録がある。この二宮城の所在を探るため、昭和47年に二宮神社境内の一角が発掘調査されたが、関係する資料を得ることはできず否定された。しかし、この発掘調査では、寺院に関係する小型の混同性、薬師如来像や中世の瓦が発見され、新たな謎を呼んでいる。特に薬師如来像は、 小川大明神のご正体と推測されている。天正19年、徳川家康より、主因15国を受け、以後、代々継承されてきた。現在の本殿は、江戸時代に混流されたと言われる。明治3年、現社名に改称した。本殿三権者流れ作りで、江戸時代の造営。内部には、室町時代造営の宮殿が収められている。池道の石段を降りて、 道路を渡った反対側には、当社の、お池があり、豊富な湧出量を誇る、清らかな湧き水が満々と称えられ、千人清水と名付けられた小川が勢いよく流れ出している。この湧水は、同市の薬物神社の湧水とともに、東京都選定、東京の名湧水57線の一つに数えられている。お池の中には1 9九十年、関の遊国作の、 雨乞いの男という座って横笛を吹いている男の像がある。これは昔、ここで雨乞いをしていたという言い伝えに基づいて制作されたものである。いずれも、境内抹茶。霊体祭9月8日よいみや9月9日本祭で通称、生姜祭。新鮮として生姜を奉納する習わしがある。祭礼当日は参道に生姜を売る店が立ち並び、生姜を買う。 多数の参拝者で賑わう。三越の都業、地元有志による子供歌舞伎、芸能の有も模様され、夜は境内で三越を担ぎ、東京で唯一の農村歌舞伎を伝承している秋川歌舞伎が上演される。上記のほか、大国魂神社の霊大祭、暗闇祭りでは当社が参加している。所在地付属施設交通アクセス境内掲示板には小川大民とある。 奏者の大国魂神社では、小野神社、二宮神社、氷川神社、秩父神社、金佐神社、杉山神社の六社を指定。新編武蔵風土機構には、三たらしい家、中略石灰の下鳥居の側にありとの記述がある。ありがとうございます。